はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。今回も戦国無双4-2続きからやっていきましょう。今回もですね、無限の章、天下一夫婦決戦、やっていきたいと思います。で、使うキャラはですね、真田信之と、この手で守ってみせる。稲姫ペアでやっていきましょう。さあ、やっていきましょう。前回は、信長と濃姫だったんでね。今回は、信之と、稲姫ですね。なんか、鶴姫って言いそうになるわ。はい。じゃあ、一回これ使って、で、さらに、ここで、半兵衛使います。半兵衛はね、アイテムを1個回復できるんですよ。マジ優秀。さあ、サクサクいきますよ。なぜこのような戦を。ルビーク様、私たちはどうすればよいのでしょう。全力で戦うのみだ。それが父上の思いに応えることになる。行こうか、銀千代。俺たちの目を。宗主が来るんだ、こっちだ。何秒以内に倒せってやつだな。敵本陣を落とし、迅速に勝負を決する。開門。信行はやっぱ相変わらず強えな。よし、これでまた回復できる。あの夫婦からの挑戦に失敗した夫婦は即敗北と心得る。で、とりあえず信行の仕事はここで終わりか。さあ、次稲姫です。で、安定同じようにここで活目なさい。あ、間違ったいっか。これで少しは楽になるか。急げ。オッケー、早いね。いいね、いいね。で、今ね、このゲームで苦痛に思ってるのはやっぱり兵法者集めなんですよね。なかなか難しいですよね、兵法者集め。わしの分身まで出せるんか。ねね忍法、日に日に進化してるよ。敵将討ち取ったり。いいね、まあ、この秀吉はまあ偽者なので。信行と言っとる。信行一回ここで待機。で、稲姫はね、衣装第二章使ってます。つかさ、男性陣のさ衣装ないよね。なんか不遇すぎん。なんか女性ばっかりで。さあ、かかってこい。ねえ、衣装少ない。衣装少ないっていうか、もう少ないどころじゃないよ。ないんよ、女性陣しかない。ここくらい。前も言ったな。よしよし、ここくらい。田舎は目が離せないな。悪い子にはたっぷりお給すれちゃうよ。ちょっと旗持ち倒しに行こうか。参るか。身のほど知らずめ。あ、これ遠回りか。フラチです。いいね。フラチモノ、イナが成敗いたしました。 OK。 心得た、心得た。もう自由に動いていいっすよ。
次何が来るんだっけ。濃姫と信長来そうだな。素晴らしいな。我らと雌雄を決するのはあの夫婦か。夫婦の絆で乗り越えてみせよ。乗り越えてみせよ。こたびの戦、敵は他の夫婦のみならず、そなたらの家臣にも頼んである。心せよ。ご両人の絆、真田家臣を代表して試させていただく。 OK。 あー、やられた。父上の差し金かな。相変わらずいたずら心の尽きぬ方だ。朝雪様が課した試練ならばなおさら正々堂々乗り越えるのみです。 OK。 あとは私に。急げ。一人よがりの戦は抱きすべきものなり。互いを支えてこそ真の夫婦と心得よ。今こそ見せん。一騎当選。時間指定があるんだっけ。早期当選。さすがの。待って。ちょっと稲姫。待ってよ。なんか一気に逃げていくんだけど、あいつ。逃げてってんだけど。敵将。打ち取ったり。それ200人はオッケー。サラダのな、怪我さずに済んでよかったよ。やべ、23匹しかね。まず。おお、見事な目をとぶりだ。まだまだそれがしと位置にはかなうまいが。ひとくん、ぜひもなし。地獄を。ギリいけるか。見せてあげる。門。ちあぶねえ。あぶねえ。なんとかいけたね。真田のな、よいしょ。怪我さずに済んでよかった。私たちの絆の強さ、きっと父上にも伝わっただろう。よいしょよいしょ。なんとか行けてよかったわ。いいですね。次信長こう、あー、これも時間してやる。フラチモノは稲の弓から逃れられません。ちょっと稲で行くか。よし、危ない危ない。ギリ回復した。もうほぼほぼ連儀状態っていう。ここで一人寂しく果てなさい。エモン勝てー。私のこと忘れられなくしてあげる。オッケー。そんで次信長公だね。ミナの弓から逃れられません。押してまいる。その絆を断ち切ってくれようぞ。ヘモン、この信長を、乱世を、まっすぐ手にせよ。ナイス。で、まだここ劣勢なんだよね。その絆がかほどの力を生むとは、その強さ。あ、痛い。我が武とも壊せたいものよ。開門。数の暴力や。最後はそれがしが相手となる。大切な位置には指一本触れさせぬ。開門。ちょっと多いな、ここ。切り替えて、はい、です。
これも時間指定あり。メオトの絆見事、最後まで互いに守り切ってみせよ。ちょっと打っとくか。今こそ見せん。さらに攻撃力上げといて、オッケー、これで士気が下がったが、オッケーオッケー。真田のな、怪我さずに済んでよかった。これで移動しよう。こっちか。なんて真の強い戦い方をなせるんだ。なんでしょうか。いざ、ファイラン。よし。忠勝殿の真意、そなたはどう考え。ここ結局ね、お市が来たら回復するんで、長政。身元として支え合っていけるのか。見定めておられるのかもしれません。それだけではない。それがしと一の目音愛から何か学んでほしいと。お見せしよう。好きにはさせん。はい、学ばせていただきます。オッケー。長政様、やはり一も戦います。どうかおそばに。開門。お一強い。お見せしよう。そなたが来てくれて、また力が湧いてきた。よし、痛い。鉄砲隊地味厄介だな。なんという絆。で、ここで忠勝が来ると思うので、そろそろ協力奥義の準備をしないといけないんだけど、ここは潔く身を引こう。全ての夫を打ち破りしこと見事、そなたたちこそ天下一の夫となり、されはその絆をもってよし天下無双に挑め。開門。勝利条件変更。あたたたたた。この戦は我らのための試練。いいな。父上に。いいね。はい、飛び行き様。思い切り使って父上の思いに応えます。はい、安定の協力奥義ですね。ありますね。じゃあ信行はとどまってもろて。俺も今から行くから。今回はぐだりたくない。信長と濃姫の時さ、かなりぐだったので、いや今回はもうサクッと行きたいね。クラチモノ、イナが成敗いたしました。サラダこそ天下無双のもののふなり。もののふなり。今こそ天下無双のもののふです。よし、信行様、ちょっと取り巻きがいっぱいいて遅れました。信行なんかめっちゃ食らってんな。どうした。本来平八郎を戦つ、押して参る。ちょっと削っていこう。え、あーそっかそっか、半分以上キープしないとダメか。やっちゃった。きつい。
これでいけるかな。硬いな、ただ勝つ。オッケー。もう失敗分は裏で取り戻します。その絆あっぱれ。そなたらこそ孫うことなき天下一の夫婦なり。父上に認めてもらうことができた。よかったな、いいな。あと二組か。飛び行き様、ふつつか者ですが、これからも末永くお願いします。お願いします。残念、支え合い残念。はい、ということで皆さんご視聴いただき誠にありがとうございました。信行と稲姫編でした。では次回の動画でお会いしましょう。